笑ううっていいいのは本当にいいことだね健康でいいすよ今、ボイストレーニングやってるんだけど、はい、あのボイストレーニングやってるっていうこと自体が、はい、まあ、俺は自分の中ではかなり前向きだなと思ったりしてるんだけどさ、はいはい、ボイストレーニングをしながら笑ってんのよ。笑ってんすボイストレーニングが楽しいわけ。あそうな<構>ですね。結構笑いながらやれるボイボイ、普通じゃないんですね。 結構ね、先生がね、もう笑わせてくれるわけ。あ、笑わしてくれるんですかだからね、結構、あの、健康的に、声を出すこととか、笑うとか、喋るということは、健康にいいんだな、っていうのはよくつくづく。笑うのは人間だけだそうですね。あ、そうですかそうなんですよ。それでこの笑う筋肉を、心の底から笑わなくても、動かしたくでいいらしいんですよ。あ、まあれ笑ってませんか 馬が笑ってるんですよね。えー、ヒ,ヒ,ヒヒヒヒって前棒を出して、やるじゃないですか、馬、はい、って時々。やります。あ、チンパンジーもやりますねあ。うん、やりますね。あれ笑ってないのんでしょうね。何の顔なんでしょうね。歯茎がかゆいのか。あれ、歯茎がかゆくても、あんなには出さなくていいでしょう。そうか。書けば。あ,<れ> <laughs> あんなに出さんでも。あれ、笑ってるように俺には感じない。人間から見るとそんな感じですけどね。特に俺は馬がね。ね。 最後やると笑って。あの、お宅のその顔が。笑ってるような気がするあ、それであの歌ができたんです馬が笑ってる。馬が笑ってる。空の上からニカッと笑ってですかね。ニカッと笑ってるような気がしない馬って。おかしかったな、あの歌詞も。あのおかしかったってわしらのフォークモラ中歌があったじゃない歌わしてもらいました。中歌があったじゃない中歌が。わしらのフォークモラを次のアルバムに入れるよ。あ、そうなんですか俺ね、もう決心したんだ。この歌をちゃんと、竹雄たちと、 かっちりいいアレンジして。ああ、いいですね。これ入れよう。この間二日目に歌わせていただきましたけどね。あ、そうか。あの、スライドなしでなんですね、今度。はい。ちょっと楽しみですね。あれはね、ちょっとね、あの、ヒップホップな感じで。へぇそう、それ面白いですね。面白い。はい。今一曲、じゃあ、次回のアルバムの楽しみは。そうだね、ネタバレしましたけど